本格的なお盆休みに入り、夏のレジャーを楽しもうという人も多いと思います。ただ今年は南海トラフ地震臨時情報が発表される中でのお盆休みです。松山市でも万が一の事態を想定しながらレジャーを楽しむ人たちの姿が見られました。巨大地震注意が発表されています。家具の固定や今朝10時の松山市、南海トラフ地震に備え、いざという時の避難場所や避難経路などを確認するよう呼びかける防災行政無線が響きます。臨時情報の巨大地震注意が発表されて今日で6日目。気象庁の発表では、これまでのところ南海トラフ地震の想定震源域で特段の変化を示すような地殻変動は観測されておらず、こちら堀江海水浴場は朝から家族連れらが海水浴やマリンスポーツを楽しんでいました。サップしてました。来ると思う。逃げないといけない。高いところに逃げる。海から離れてお父さんたちの近くにおる。県の想定で堀江地区は南海トラフ地震が発生すると最大でおよそ2メートルの津波が到達するとされています。うちの有事の際はもう道具は放棄してすぐ高台に逃げようかなとは思うんで、ここは海抜が低いんで、もし津波が来た時に2メーターでも飲まれる場所なんで、子供らも逃がさないかんし、家族も逃がさないかん、いろいろ頭には入れてやってます。ちょうど来れるのは今回しかなかったんで、まあ無理してでも来ようかなと思って、ちょっと高台にはの場所を調べたりはしました。また近くの堀江港は臨時情報の発表後すぐに市から指示を受け、高さ80センチの防潮堤に設置されている金属製のゲートを封鎖しています。普段はですね、これ1メートルほどは空いてるんですけれども、人の出入りのために緊急時、こういう地震だったりとか台風の前とかになると全て閉めるようにはしております。市は万が一大きな地震が発生した場合は、防災行政無線や地区の消防団などによる巡回で避難を呼びかけたいとしています。